ダイヤホー、皆さんこんばんは、よしきです。もう嫌になっちゃうよ、ほんと嫌になっちゃう、ほんと嫌になっちゃうんですよ。もうね、なんでかっていうと、もう3本撮りになっちゃったっていうね、ちょっと奇跡だよ。1回目はね、ちょっとね、君ここですね、こちらをね、ちょっとね、撮ろうと思いまして、プレイしたらなんかよくわからないんですけれども、たまにバグかわかんないんですけども、なんか撮ったのに最後になんか撮れませんでしたみたいなのが出てくる時があるんですよ。ほんとそれ謎なんですけど、それでね、さっきはね、こっち今撮ってるカメラの方が終了ボタンをね、間違えてね押しちゃったんですよ。ほら触れてないよ、画面触れてないのにね、画面が回るでしょ。でね、2本目の動画を撮ってたらまさかだったんですよ。そう、なんとね、日付を越していたことに今気がついて、あ、ヨハネの誕生日だというわけで、ヨハネ誕生日おめでとうございます。もうね、みんなの大好きなヨハネこと津島よしこちゃんでございます。これいいよね、あれかな、僕がこの前出した SR の覚醒かな、これはわかんない、そうかな、多分そうだと思います。チカが覚醒持ってるんですけれども、まあ、そんな感じだったんで、でね、このバックに流れるね、僕ヒカっていうストトラにしとけばよかったね、今さっき。やっぱりちょっとものすごくね、ちょっと奇跡だった感じですね。まあ簡単に言うと後付け実況みたいな感じなんですけど、でもこの僕ちょっと頭が痛いっていう話を1本目も2本目もしててね、3本目でも言いますけれども、ちょっと目の疲れで非常に頭が痛いんですね。誰かいい方法を教えてください。で、君ここのね、ノープレイをするつもりだったんですよつもりだったんですけれども、なんとヨハネ誕生日になっちゃって、これまた別に動画撮ろうと思ってたんで、そのままにしちゃってたんですけど、なんとね、こういう感じになってしまったので、ガチャを引く動画になりました。まあそこはお許しください。まあね、3本目で撮ってるから、もうね、もうプレイ動画とかそういうのももう全く関係ないんですけれども、僕にしか分かんない感じですね、簡単に言うと。僕だけ分かります。せっかくだからね。あ、待って、アイキャンのリツイート。もうね、3本目になっちゃってね、その動画やってね、ヨハネ誕生祭をね、ちょっと祝いたかったんですけれども、ちょっと遅れちゃったのでね、また後日じゃねえな。今日、一応、おめでとうをやるんですけれども、ちょっと、あ、ガチャ引いてる。引いちゃったよ。っていう感じでね、ダイヤ様が出たんですよ。え、バースデーでセガ公式もらえるの、マジで。プレゼントがあるらしいよ。というわけでね、こんな感じだったんですよ。悲しいですね、非常に。ちょっと待って。え、アイキャンどこ、アイキャンのツイートどこ、アイキャンのツイートどこじゃ。可愛い子だから応援してあげてね。あ、そんな感じだったんですよ、簡単に言うと。非常に困りますよね。あったものすごくこんなタイミングで言って他人事なんですけども、僕ものすごくアイキャン好きなんですね。はい、というわけで、まあダイヤ様という結果だったんですけど、まあこんな感じです。せっかくだからね、本アカもちゃんとログインして。あ、そうだ、お誕生日ボイスですね。古臭いって思われちゃうかもしれないけど、画面抜くはしなかった。大切なお家です。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。よければね、今日撮った動画もありますので、よければそちらもご覧ください。じゃあね。虚しい、今日の僕。これからは心を入れ、撮り終わった後におまけ動画でございます。もうね、ほんと予想外だったよ。バイバイからのね、これはすごいと思うよ。というわけで、まあ、いつもね、誕生日の日は必ず引いちゃってるんで、もったいないけどね。まあ、引きたいと思います。これでヨハネ引けたら、僕は勝ち組ですね。神です。嘘です。というわけで、ヨシコちゃん頑張ってね、出したいと思います。ヨハネ。あ、このね、毎回見にくいっていうね。ああ。ルビーかよ!姉妹で出しちゃったじゃん。
というわけで、ご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしく。